悪い、ちょっといいか。もしもし。もしもし、岡部さん、私ヒナ嬢です。どうした、ヒナ嬢さん。今あなたのラボのすぐ近くまで。ヒナ嬢さん、ヒナ嬢さん、どうした。オカリン、何かあったん？知り合いが誰かに襲われてる。ちょ、マジ？知り合いって誰？ヒナ嬢さん！え？女？おい、ヒナ嬢さんを離せ。その子を離せ。もう一度言うぞ、その子を。違うの、岡部さん。え？Are you Maho's boyfriend? はあ？あ、ちょっ。だから違うって言ってるのに。それじゃあ、この人はヒナ嬢さんの知り合いなのか。ごめんなさい、私が早とちりしたせいで。 I'm Judy, Judy Reyes. Pleasure meeting you, Mr. Okabe. Nice to meet you. 日本語でいいわよ。え、教授って日本語喋れたんですか？ええ、実はね。知らなかった。でもどうして？女も私くらいの年になるといろいろあるのよ。それじゃあ改めて、ジュディ、ジュディ・レイエスよ。よろしくね。あ、岡部凛太郎です。レイエス教授は
今度日本で開かれる AI 関係の学会に出席するために来日したんですって。教授っていうことはビクトルコンドリア大学の？サイコフィシオロジーを研究してるわ。サイコフィ、精神生理学のことよ。つまり脳の活動によってもたらされる心の働きとか心の病気なんかについての研究をされているの。そういう意味では私たちの研究よりもずっと人の役に立つ研究をされていると言っていいかもしれないわね。そんなことないわ。あなたたちのアマデウスだってこれからの発展次第では十分に役に立つ技術になるわよ。そう言っていただけると嬉しいです。でもレイエス教授も人が悪いですよ。駅からつけてくるなんて。つける？魔法？私が？ええ、後ろをついてきてましたよね、ずっと。そんなことしてないわ。私はさっきそこのショップでたまたま魔法を見つけたからちょっと驚かそうと思っただけよ。え？ヒアジョーさん、つけられていたのか？ええ、確かにそう感じたんだけど。レイエス教授、誰か怪しい人物を見かけたりは？うん。じゃあ、私の勘違いだったのかしら？きっとそうだわ。だって日本は世界一治安のいい国でしょ。真帆はこの後どうするの？私は…なるほど、そういうこと。それじゃあ私は行くわね。ウィンタルもそのうちゆっくり話しましょ。というわけで、彼女がヒアジョーさんだ。ほら、前にセミナーで会ったって話したことがあっただろ。お騒がせしてごめんなさい。ま、でも何事もなくてよかった。すまん、どこまで話したんだったか。他にもカガリタンを探してる人間がいるって話。そう、それだ。その、それは本当なんですか、キリュウさん。それがスズハという可能性はないんだろうか。それは私も考えた。でも探していたのは男の人、中には外国人も。こっちでカガリと関わりがあるのは私だけだ。それなのに一体誰が？
椎名カガリはこっちに来てもう12年にもなる。その間知り合いができたとしてもおかしいことじゃないな。つうか、むしろ誰かの世話にならないと生きていけないっしょ。つまりこの報告から分かるのは、椎名カガリを知る何者かがここ最近何らかの理由から彼女を探しているということと、少なくとも最近まで椎名カガリは生きていたっていうことだ。あ、そっか。どうする？引き続き調査をお願いできますか？探しているの？まあ、ちょっと知人をな。それじゃ、オカリン、そろそろ冷や上司のことを詳しく。詳しくって言われても前に説明したぞ。例えば冷や上司がこのラボのメンバーに加わってくれる的な超展開はありますか？ないだろう。じゃあせめて魔法担当呼んでもいいですか？つーか呼ぶ！魔法担？あれ？名前間違ってた？そうじゃなくて、その変な呼び方に引っかかったの。でも魔法担は魔法担って感じじゃん。なあオカリン。俺に振るな。とにかくその呼び方はやめて。だが断る。それで冷や嬢さん、今日はどうしてラボに？俺、ここのことは君に話したかな？アマデウスに教えてもらったわ。今日は本来は話したいことがあったのだけれど、まあいいわ。噂のラボを見ることができたし、それになんだかあなたたちも大変みたいだから。ひょっとしてあいつ怒ってたか？ええ、とても怒ってたわ。連絡しても出ないって。え？ちょ、なになに？それ何の話？別に浮いた話じゃないから、いちいち反応するなって。岡部さん、やっぱり辛いの？だったらテスターやめてもらっても。あ、いや、そういうわけじゃないんだ。ただ。また気が向いた時にでも話してあげて。あの子も寂しがってるわ。
わかった。もしかしてクリスマスパーティーの話か？楓さんとふぶきちゃん用ができちゃったって。フェリスちゃんはお仕事で、ナエちゃんも店長さんと過ごすことになってて、ダル君はユキさんと遊びに行くんだって。結構なことじゃないか。参りもクリスマスは家で過ごした方がいいんじゃないのか？この前おじさんがケーキを予約してたぞ。お父さんに会ったの？家の近くでばったりな。まゆりをびっくりさせるためにおっきいのを予約するんだって張り切ってた。言っとくが、今のは聞かなかったことにしてくれ。せっかくのおじさんのサプライズだからな。うん、分かったよ。でも、オカリンはどうするの？クリスマス。特に予定はないかな。うちはもともとそういうことする家でもないし。うちはキリスト教じゃねえって逆ギレされた。クリスマスが終わったら小見間があって、そしたらもうお正月。一年あっという間だね。そうだな。できないけど、お正月パーティーをするのはどうかな。みんなで初詣に行って、それからおせち料理を食べて、今年もよろしくって言って。ああ、いいんじゃないか。だよね、だよね。うん、じゃあ後でみんなに聞いてみるね。マユシーはこれからお買い物に行ってきます。買い物？うん、ふぶきちゃん用のコスでね。急に小物が必要になっちゃって。そうか、気をつけて行ってこいよ。うん、そうだ。オカリン、ルカ君がね、オカリンに何か相談があるみたいなの。あ、
わかった、こっちから連絡を取ってみる。うん、お願いね。じゃあ行ってきます。うん、ルカ子のやつ出ないな。どうぞ。こんにちは、ルカ子。よかった、岡部さん、ここにいてくれて。すまない、この前の件すっかり忘れてたんだ。それでさっき電話したんだが。え、本当だ、ごめんなさい、僕の方こそ気づかなくて。いや別にいいよ、それより寒いだろ、入ってくれ。あ、はい。あの岡部さん、その相談の件なんですけど、実はその前に会ってもらいたい人がいて連れてきたんですけど、いいですか？会ってもらいたい人？あの、はじめまして。クリス。よろしくお願いします。